大分市立大木田学園は、大分県大分市大木田町にある小中一貫教育を行う、公立義務教育学校である。大分市中心部の大分市立大木田中学校、大分市立二上げ町小学校、大分市立中島小学校及び、大分市立住吉小学校の中学校1校、小学校3校を統合して設立された。大分県で初めての義務教育学校であり、 大分市で初めての施設一体型小中一貫教育校でもある。校名は大分の個名である大木田国に由来する。文語国風土記ではこの個名は慶光天皇が大分を訪れた際に広大なるからこの軍はよろしく大木田国と名付くべしとして名付けたものとされる。高知は隣接する旧大木田中学校及び旧。 住吉小学校の校地を利用しており、このうち旧大木田中学校の校地に校舎、及び小グラウンドが設けられる。小グラウンドは2017年度の2学期から使用される予定で、1学期の体育の授業には、校区内の弁天島公園が使用される。また、旧住吉小学校の校地には、大グラウンド、物室棟及び学校管理センターが設けられる。2017年度に整備し、 2018年4月から使用される予定である。敷地面積は校舎側が21,973平方メートル、大グラウンド側が15,386で平方メートルで合計37,299平方メートル。校舎は校舎棟文化芸術棟及びアリーナ棟からなり、校舎棟とアリーナ棟の間にはアトリウムが設けられる。 延べ床面積は2万1711平方メートル。6階建ての校舎棟は津波避難ビルの機能を有し、アリーナ棟3階には防災備蓄倉庫が設けられている。2012年3月に策定された大分市立小中学校適正配置基本計画では、宮毛町小学校、中島小学校、住吉小学校を統合して新設校を建設するとともに、 大木田中学校との小中一貫教育の充実を図るという方向性が示された。2014年2月25日には大分市教育委員会が3小学校を統合して隣接する大木田中学校及び住吉小学校の高地に2017年4月に施設一体型小中一貫校を開校することを決定した。2016年6月には この新設校を大分県発の義務教育学校とすること、校名を大分市立大木田学園とすることが決定された。足崎、泉町、小吹町、木野崎町一の三丁目、新川西、新川町一の二丁目、末広町一丁目、住吉町一の二丁目、大木田町一の三丁目、高砂町、中央町一の四丁目、仙台町一の四丁目、 豊見市の5丁目、中島中央1から3丁目、中島西1から3丁目、中島東1から3丁目、宮宅町、浜町東、船井町2の3丁目、弁天1から3丁目、都町1の4丁目、豊町1の2丁目。ありがとうございます。